田中右衛門さなる大店でございます。今日は簡単に浴衣を使うとね、皆さんね割と簡単にリメイクできるんじゃないかなと思って、浴衣生地というか浴衣ですね、浴衣のリメイク用にご案内させていただきます。全部880円です。税込み880円でご案内させていただきます。一応サイズも測ってありますけれども、これはもうねこれを使って何かにねなさってくださいねという形でご案内させていただきます。はい、こちらですね、これ白地に紺の模様なんです。これがねご案内したかった理由は、綿露っていうタイプなんですね。ロメって言って、夏になるとあの置物ですね、絹の置物なんかでこう点々点々点々点点点で針目のようなね列が並ぶんですけれども、縦に並ぶと縦ろ、横に並ぶと普通にろっていうんですけれども、これが綿で作られている綿ろっていうのもあるんですね。で浴衣で綿ろって割と珍しいというか、そういう類のものなのでご案内させていただきます。まずこちらですね、5474-19275、お値段は先ほど申し上げた通り880円。一応御丈136、雪丈62、前幅24、後ろ幅が30、袖丈40センチでございます。まず綿ろ、このね浴衣がございます。こちらが紺地に、これがね紅梅っていうのも、あの夏とか、まあ、そういう時の置物に紅梅っていう織り方があるんですね。こう四角になって織り出されるんですけど、これが浴衣地で綿紅梅っていうのがあります。これがその綿紅梅になります。5474-22519、御丈が147、雪丈60、前幅21、後ろ幅が27、袖丈52センチです。これあの絞り模様ですね、絞りではないです、絞りの模様になっております。こういうのでちょっとね、あの夏のワンピースなんか作るとおしゃれでいいなと思いますね。これはなんだか懐かしいなって思われる方いるかもしれないですね。割とオーソドックスなタイプの浴衣になります。5474-25185、御丈147、雪丈64、前幅24、後ろ幅が29、袖丈が42センチになります。本当にもうさっぱりとね、あのお風呂上がりにこんなの着てたおばあちゃまとかね、おばあちゃまとかいらっしゃったんじゃないかなと思います。ちょっと懐かしい感じのする柄になりますね。紺地にねきっぱりとしたね青のお花です。すごいモダンな感じがしますね。これが5474-25012、御丈152、雪丈62、前幅23、後ろ幅が28、袖丈49センチになります。中学生さんぐらいの方だったらこれ普通に浴衣としてお召しになれるんじゃないかなと思うようなサイズですね。浴衣はあのくるぶし出して着付けるので、そんなに長くはいらないですね。御丈なんかもね、そんな長い御丈はなくっても大丈夫です。これをまたねお洋服にリメイクされてもね、ちょっとモダンな感じのかっこいいワンピースみたいなのができるんじゃないかなと思います。これは男の方の浴衣になります。珍しいですね。男の方の浴衣ってなかなかリサイクルで入って着づらいタイプのものなんですけど、これはねお背の高い方がお召しになってたと思います。番号は5474-21272、御丈が147センチあるんですね。147センチっていうことはだいたい身長でいうと175センチちょっと、もうちょっと上ぐらいかな、それぐらいの方が浴衣としてお召しになってたんだと思います。雪丈65センチ、前幅30、後ろ幅が33、袖丈49センチです。結構ね上背があって恰幅のいい方がお召しになってたんだろうなって、そういう感じの浴衣です。ですのでね、あの生地としても結構あの男の方おはしょりがない分ちょっとね、あの分量としては短くなるんですけども、割とこの、 あの幅とかを見るとリメイクする時にもいいんじゃないかなと思いますね。細くはないですね。前幅が30センチって普通女の方で30センチって言ったら後ろ幅の30センチですね。前幅で30センチ、後ろ幅が33センチありました。はい、今日はこんな感じで、リメイクにいかがでしょうかっていう、まあ初心者さんはね、絹いきなり
こうリメイクするの難しそうで嫌だなと思うような方は浴衣から始めるとい いんじゃないかなと思いますね。こういうお値段だったらジョキジョキ惜しげなく着れますしね。あの綿なので、まあ余り布なんかも何かにお使いになれるっていうところがございます。今日はこんな感じでご案内させていただきました。ありがとうございました。